ハローエビワン。今回は大チャンネルくんが Y に関しての動画2回くらい投稿したらしいんですが、その情報がゴミすぎたのでこちらから新たに解説してあげようと思います。まず1つ目は大トレサーバーが破壊されたとかなんとかのやつですね。結論から申しますと私は 1% たりとも関与していないと断言します。自分はそこまでの高度なハックを使ってないので使うとしたら別の人にやられたんじゃないですかね。だとしたら嫌われてるってことになるので大チャンネルくんは嫌われ者っていう認識になりますね。二つ目は大トレサーバー復活したらしいんですけどもう荒らせないとか言ってるんですよね。だったらまたプリウスミサイルを使って荒らされるんじゃないのかなと思っています。正直今は電車自動化されてて荒らせないのは確かですが、そんなんじゃ鉄道という意味がなくなりますよね。手動運転を目標として作られたサーバーがなぜ自動運転されなければならないのか、という疑問点があるので荒らせないのは、今だけ、っていう感じですね。電車が手動運転式になればいくらでも荒らされます。なので荒らせないということはあなたの技術では無理です。勉強し直してください。人に技術頼ってばかりじゃ成長しませんよ。初心者ということを言い訳に利用するというのはキモいで正直うんちゲーム何もしてないのに制作陣営に入ってたり駅員候補 100% はおかしいと思います。好きな人は何でも許すんですか？そんなんだから嫌われるんですよ。あなたの信者も相当やばいですよ。あとお前の建築力と Y の建築力は比べ物にならないくらい差があるとだけ事前に言っておく。まあ最後正論のようなもめ言ってたのですが言いたかったことは一つ目と二つ目です。まとめで言うと、プリウスミサイル攻撃を行ったのは自分ではない、と、大トレサーバーは荒らせる、という感じですね。